お願い。あ、コメントが長すぎるそうです25文字ってなんだ。ドアップスクショしたって恥ずかしい。待ってもうお団子配信恋にした。コパンダ50カウントありがとう。はるか、はじめまして。今日もカニチャーハン食べてて、カズいいな。私もカニチャーハン食べたいな。白米が食べたい。白米いっぱい食べたい。お団子部屋が一番好き。嬉しい。恥ずかしい。なんかキムコありがとう。クレア、はじめましてな。お鍋食べてきたよって。お鍋いいな。何鍋にしたんだろう。ムランボンのモランボンのトマト鍋がとても美味しいですっていう。炊き込みご飯いいな。あ、炊き込みご飯いいな。炊き込みご飯いいな。食べたいな食べたいなとか言ってお母さんにアピール食べたいな炊き込みご飯とか言って自分で作れってやつですよね。そう、炊き込みご飯作ろう。食べたい。とてもねえ、白米食べたい。キムチ鍋かいいな。モランボン美味しいよねって。セルミー分かる？モランボンのね、トマト鍋がねすごく美味しいんですよ。まあ、それにチーズなんか入れてしまった日にはもうこれはたまんねえっていうくらい美味しくて。そう、でもチーズはやっぱカロリーが高いからね、ご褒美で入れますね。お団子の玉のぴょん好きってありがとう。モランボン言っていますって。オランボンじゃなくてモランボン。あれ、あれはどっちでしたっけな。モランボンだモランボンだ。あ、うん当てらしいです。肩これでもこれちゃんとあのこれね、あったかいよ。星全部入れたって。ニッシーありがとう。しゅうちゃんもお団子今日してる？うーん、それでね、そう、横髪を出してきました。いつも着てるお洋服かわいいってありがとう。吉崎、あやちゃん、あやちゃんに会いたいな。ミンチ、この間10円の弁当出ました。いいなぁ、うらやましいなぁ。食べたいよ私も。お団子ステファニーアイリー、あ、改名しようかしら。お洋服は E- のです。うん、あとで写真、全身の写真撮っとこうかな。たーまんねーの顔どんな顔しましたっけ。たーまんねーって言って、たーまんねーってあのフルハウスのジェシーおじさんってわかりますか、がよくたーまんねーって言ってたのをもう真似して言ってます。絶対撮っててって。撮りますね。あ、本当ですか。欅坂さんもこれね、あのね、昨年の春のシリーズですね。チャンピオンさんのです。今日先生朝見てなかったと思うよ。しかもね、あの配信終わった後顔洗ってお化粧落としました。お化粧っていうか下地だけあの配信中に塗ったので落として学校行きました。タンクトップかと思ってて、そう、ここからここの角度見たらどう考えてもお団子してる、真夏の格好してるおなごみたいな感じですよね。でも実はこんな長袖でパーカーなんですよ。実は暖かい、肩以外は。団子切れてる？スクショ。
タンクトップやないでって追加しとこ。スクショタイムちょっとこれが渡しますね。タンクトップやないで、服どこのとこ、E ハイフンのです。スクショタイム、お団子が強い方がいいよね。ハッシュタグアイピョンズ、あとはドアップドアップたまんねー。スクショ2日連続スクショが半目になっちゃうよって。じゃあちょっと頑張って目を開けます。目閉じますリンタだるまありがとう。ウインクがねできないんですよ。これが精一杯のウインクなんです。キリンポーズ、こんな耳と角、あとはまつげマッサーってしてからこうかな。あ、おがっち、そういう漢字なんて読むんだろう。ちゃんとどこまでやったか分かんなくなって。白目いいですよ。100年の恋も冷める白目いきます。白目ってできどうやってやんなきゃな。菩薩か、菩薩ってこんな感じかな。菩薩かの白目できてた？どうとか言ってすごい顔撮れちゃったって。でも何どんな顔でも撮っていただけたっていうその行為が私的には幸せなので、もう私の顔なんかどうでもいいです。スクショボタンを押してくれたっていうことだけがとても嬉しいです。くるみちゃん来てくれてありがとう、覚えてるよ。できてなかった？できてなかったんかよっていうやつ。白目はちょっとどう？できてない？ちょっとブサイク。今日は雨で寒いですねって。本当に寒いです。今日はね、制服ってやっぱり生足でさ、スカートじゃないですか。もう私には無理だって今日やっぱ悟りました。もう朝足を一歩外に踏み入れた瞬間寒すぎてってなりましたもん。髪の毛はポニーテールにしました。あ、シーネタン明日から東京に遊びに行くって。おお、じゃあぜひゴンちゃん行ってくださいご両親マン。制服姿、いや似合わないですよ。昔から制服コスプレみたいってよく言われます。アイリちゃん、おパンです。なんかインドにいる人みたいで。確かにゴンちゃんのストロベリー飲んだことあるよ。制服の時は黒カツラ。そうです、初見ですって。カッサさん違うでしょ。ノースリーブじゃないんだ。50票ありがとう。カウントありがとうございます。予告編かっこいいって見てくださってありがとうございます。グリコやっほーって。東京ドームさん、あ、そうです、朝の配信はカツラでした。そう、ノータさん、むしろ皆勤賞レベルでいつも見てくださってありがとうございます。ねえ、どんな感じになってるのか私も楽しみです。
パフォーマンスが。グリコだよって。朝カツラ違和感なかったって本当ですか？よかった、カツラカツラしてるよって思われてたらちょっと寂しいなって思ったか。今の JK は何がやってるのって私も全然知らないんですけど、なんだろうな、やっぱりタピオカとか。カツラ風よけ飛んでた、飛んでいきましたとかね。実は塾で一回見逃してるんだよねって。あ、そうな、あ、いつだろう。朝のすっぴんも良かったけど団子も素敵ですって、ありがとう。タピオカね美味しいよね。タピオカ屋さん行くと制服を着てる女の子で埋め尽くされてます。あ、りょうありがとう、帰ってきてくれて。さっきまで BG 見てた。ビッグバン、 BG ってなんだろう。原宿って夢の国じゃねって、ミンチ。確かに綿あめも売ってるしね。木村拓哉さんと会ったことないよ。あ、 BG はドラマか。今日の夕ご飯はきのことあ、なんだっけ、きのことアスパラガスとブロッコリーのソテーみたいなやつです。そう、あの大きな綿あめ1回だけ食べたことある、高校1年生の頃。美味しかった。カムカバー、愛理ちゃん戸籍とか年齢が不明な雰囲気あるってよく言われます。高校に初めて、あの高校に入学して初めて言われた言葉が、ハーフの子にハーフって指さされて、それが一発目で、そう、それまでもう緊張でガチガチで誰でも喋れなかったんですけど、いきなりハーフの子にハーフって言われて、あ、いや違いますっていうのが高校の一発目の思い出です。それぐらいなんか思われます。でもその時黒髪だったし、ハーフ要素少なかったと思うんですけどね。落書きタイム。でもね、ハーフだったらハーフが良かったなって。なんかなりきれてないハーフじゃないですか、やっぱ日本人だからね。あの日本の血しか入ってないから。さあステファニー、何書いてほしいですか？書いてほしいなんて違う、何を書かせてください、皆さんのお題を。好きな芸能人、パンダ、ゾウ、イノシシ。スカイツリー、ハルちゃん、再びキリン。で、動物にしよう。トイプードルとか得意科目ですよ。バースデーケーキも得意科目。トイプードルはほんと昔からよく描いてるからね、得意なんですよ。結構上手だよね。普通に上手じゃんって多分みんな言ってくれると思う。ほら、結構トイプードルは、私トイプードルずっと飼ってたから、あの小学校の時に、あのよくね、愛犬のお描き、あの似顔絵描いてっていうあって、ねえ、そう、モップやんって、モップじゃないですよ。トイプードルはやっぱこう書くんですよね。あの誕生日ケーキも、誕生日ケーキもすごく上手ですね。あの友達とかの手紙書いた時に、あのケーキもやっぱ書くじゃないですか、お手紙。そうそうそう、誕生日ケーキはね、書きすぎてすごく上手になっちゃったから。
あ、上手って言ってくれると思う、みんな。ねえ、15歳って本当にね、誕生日ケーキはよく書いてた。ほら、15歳にタンクトップじゃないんですよ、袖があるんだよ。そうだ、今日トミーさんが誕生日、明日は3月5日ね、上手でしょ。うまいって、ほら、私だからね、結構ね、これはショートケーキです。誕生日はそれあるよ、トミーさん喜んでるって、よかった、おめでとうございます。そう、誕生日ケーキはあの友達にお誕生日手紙書いた時に必ずこれを書くようにしてるんで、愛を込めて。レッコ袖あるよ。そう、ここだけ見たらね、まさか私がこんなになるとは思わなかったです。こんなタンクトップ着てる女みたいになると。あ、1号って10号って確かに。あ、ペガサスラストアイドルの、あ、いいよいいよとか、すごい、どんな時ならしたいの、もう。お馬さんはやっぱ目がね、すごく綺麗ですよね。お花がこういう話してて。でね、ラストアイドルね、あの、ここに旗かなんかがあって。ラストアイドルみたいな。こんな感じだった気がする。あんまりなんか覚えてないですけど。これラストアイドルのペガサス。うまいって、やった、本当ですか。でも大間さんの特徴はやっぱ目がね綺麗で、お花はこんな感じだったし、あれ LI だった気がしますね、ラストアイドルの。足はちょっと間違えちゃった。ペガサスって確かに難しい。初めて描きました、ペガサス。豚はない。あ、でもよくお姉ちゃんに言われる、あの絵の、あ、 23? どうなんだっけ。そう、絵の目がいつも気持ち悪いってお姉ちゃんによく言われます。やお、星ありがとう。そう、23だと私も思ったんですけど、一応ラストアイドルって確かだった気がするんだよね。足がベタベタ。僕の顔描いてって、多分エロアイだと、ラストアイドル確か。LY で合ってるよって。ああ、向かい側、ありがとう。そうそう、確かスタッフさんがそう言ってた気がします。明日だって卒業式だから卒業祝いケーキ書いてほしいって。 OK です。じゃあ卒業祝いだからちょっとなんか勝手にちょっとケーキ作りますね、今から。こんなケーキあったら卒業式嬉しいなって。
ケーキだけ得意。卒業式で後輩に言われた言葉ある？実は何だろうな、実はうん何だろうな、何言われたいかな、何でもいい、なんか声かけてくれだけ嬉しいけどな。卒業ケーキ、これ卒業証書の筒、ここに卒業おめでとうっていうプレート、実はお釜ですかってちょっとびっくりですね。それはないんかいって。ななみんサインもらってきてて、確かに実はうーん実はラスタアズル見てましたとか、嬉しい。でもね、前に言ってくださった方いました。3年間美会員やってるんですけど、そう、美会員で、あの下駄箱で、あの美会員はみんなが持ってきたゴミを回収して分別するっていう役所をやってるんですね。その時に、そう、その時に後輩の方に「ラスタアイドル見てます」って言ってくださって、すごい嬉しくて「ありがとう！」ってなりました。嬉しかったな。そういう役職をしてます。そう、明日テストだから応援メッセージ。そっか、応援メッセージね。アイリア、あんまり男の子とは話さないですね。クラスの子でもあんまり喋らんかな。喋りかけてきたら喋るけど、自分からはそんな喋らないですね。結構ね、人見知りなんですよね。明日テスト。パッパって書いてるから汚いけど、テスト無理せず頑張ってね。そう、人見知り、そう、あゆも人見知りって言ってたから同じだって思って、女の子にはバンバン喋ります。そうなんですよ、 NHK さんの番組を、そう、ニューベンジャミン、あともう少しなんで、ぜひ皆さん見てください。クラスメートになったら、でも結構クラスではうるさいです、ね、全然普通です。うん、英語で、I want to なんだろうな俺英語得意なんだけどなとか言ってGoing my way で言ってください。ピョンがクラスにいたら毎日ルンルンで気分で学校行こうやって、イエーイ、
そんなこと言ってくださるの皆さんだけですよ本当に。さて英語苦手やなとか言っちゃったりしてそう、まあ得意か苦手かって言われたらそんな得意じゃないけど、好きか嫌いかだったら大好きですそこ重要かも。あの好きだけどできるわけじゃないのかも。でも5教科なかったら一番好きなんですけどね。英語ペラペラそうってよく言われるそう英語好きなんですよ。英語と日本史を勉強してるときは全く苦じゃなくて笑顔でやってます。うん、と留学も好き、海外旅行好きです。もうなんなら海外に住みたい。5カ国ぐらい喋れそうってさあ、いやすごいじゃん。喋りたいな。でもそれぐらい、このポーズしてって。こんな感じ。どこ行ったことあるって、ハワイとグアムと韓国に行ったことあります。でもフルハウスはサンフランシスコが題材なんですよ。だからサンフランシスコにも行きたいし、そういろんなとこ行きたいな。ショールームはね、明日は私は朝早起き頑張ります。ちょっと待ってくださいね。早く戻ってて、お待たせしました口頭で言えばよかったって途中から思い出した。明日ショールーム朝6時から7時まで1時間します。バナナ食べながら配信するかも。パン食べてるかも。しゅうちゃん充電 3%、無理しちゃダメだよ大丈夫で、トミーありがとう、大丈夫ですよ。むしろショールームして元気もらってるからね。シンネタバナナ苦手、でも確かに私も朝バナナ食べて結構お腹痛くなる率9割ぐらいもしかしたら朝ごはん食べながら配信しちゃってるかも。今日みたいにカウントワークで10分くらいやる？すごい今自分がゴリラに見えたゆっくりさん、ここポリポリしながら口膨らましたらゴリラに見えたマヤピお弁当作りながらってすごい憧れるな。なっちゃん寝坊しても待ってよねってありがとう。できるかも。朝ごはん食べながら配信したら多分できます、時間的にゴリラ朝バナナ夜納豆がいいって、あそうなんだ。でも私結構納豆は朝が好きなんですよね。夜はあんま納豆食べないかも。ゴリラやればできる子、うん。ミンチ、アイリちゃんもエゴサとかするん？ハッシュタグアイピョンズと、あと、安田アイリではします。見たいもん。
みんなが作ってくれる画像とか見たいから、その2つではします。でもそれ以外ではしないですね。ひょっこりはん、なんか流行ってるよね、ダサいで。そうそう。そう、参考になるし、まだまだ未熟なんで、そういう皆さんの意見とかをね、力をお借りしないと立てないんで、お借りしてます。ラッサイファミリーの締めは誰ですかって、王林ちゃん、ま、お、王林ちゃん、松本桃奈ちゃん、石川夏美ちゃんです。あと、シュリちゃんも好き。インスタのメッセージ見させてもらってます、ありがとう。もうね、王林ちゃんはもう、王林ちゃんも好きだけど、王林ちゃんのおかげで王林っていう素敵なリンゴにも出会えたし、好き。松本桃奈ちゃんも大好き。可愛いんだもん、だって私がこうやって一人でぼーっとしてたら近くに来てくれて、アイリーちゃんって来てくれるんですよ、あの天使の顔が。でもう3秒ぐらい固まって、桃奈ちゃんってなっちゃう。王林ちゃん描いてって。リンゴに桃になつ、確かに。確かに王林ちゃんはね、骨格がすごく綺麗で、私は王林ちゃんのショートカットが好きですね。なんで、え、王林ちゃんの目はね、こういう感じ、もう本当におっきい、もう輝いてるし、王林ちゃんの瞳って。すごい、なんか小学生の子が描いている絵みたいだけど、全力で鼻が、唇がね、王林ちゃん綺麗なんだ。王林ちゃん、王林ちゃん、すき焼きね、王林ちゃん優しいの。王林ちゃんは難しかった。素敵な唇と大きな甘めが特徴的な王林ちゃん。自画像、自画像この間描きました。それ代用してもいいですか。これ私、いや我ながら似てるな。我ながら似てるな。ね、似てますね。そう、このノートでサインをいろいろ考えたなって今見返して思い出しました。髪の毛が7本しかないよって。確かに。サインの案はね、これ、これかな。このでもこの顔がなかなかうまくいかなくて、怖いってすごいよく言われるようになっちゃって、だからやめたんですよね。ニッキーさん、ニッキー、まだ50コメントしないと見ながら
ってもいいか、50個目でしょ。あ、ありがとうございます。あのお手すきの時でいいので50コメントしてくださったら、50カウントしてくださったら嬉しいです。ありがとう。そう、50カウントね、大変なんですけど、してもらって、お手すきの時でいいので、本当にうさぎが題材ですね。そう、お団子にしたよ。ね、そう、大変ですよね。ぴょんぴょんって、ありがとうみんな。ポリポリ。いや、トレーナーはもともとこういう形をしてました。16位まであとちょっとって、皆さんありがとう、すごい嬉しいです。ありがとう、頑張ります。ミンチ、まだゼップアイリちゃんのチョコ未開封なんですって。おお。あのチョコ賞味期限どれぐらいだろう。でも多分ね、今年中は多分大丈夫だと思う。そうね、15位まで入れたらあのランウェイ歩けるチャンスが、そうね、わかんないけど、チャンスには含まれるのが15位まででなんですよね。え、わかんない。でもチョコレートってどれぐらいなんだろう、賞味期限。3ヶ月は大丈夫だと思います。なるべくやっぱり旬のうちに食べてください。さあ、そうちゃんありがとう、あゆありがとう。歩きたい、歩きたいなーって思いますね。だから自分のできる限り、ね、課金をしなくてもこういう配信をするとカウントでね、50ポイントずつ入ったりとかするので、あとは星でも入るから、なるべくいっぱいできるように頑張ります。ありがとうみんな、星とか。1から5位まではランウェイは確実に歩けて、15位までの中で大人の方が決めれるって、そう、決めるって、大人の方がもしかしたらこの子がいいよって言ってた子がいたら、15位の中だったら選んでもらえるっていう。お団子似合っててありがとう。そう、3位考えたんですよ。で、なんかお母さんが色紙練習して一番いいやつにしなって言って、これまず1個目、これが一つのアイディアで、子供は決められないです。決められない1位から5位まで入った人がは確実にランウェイが歩けて、15位までの15位以内だと、その大人の方がこの子いいじゃんって言った子を歩くことができるみたいな。で、これが2つ目です。ちょっと怖い。これは失敗すると恐怖になるからっていうことで却下されました。そしてもう一個、こちら、これは私を自画像をちょっと入れてみたんですけど、そう、これはお母さんとお姉ちゃんが大批判を食らいました。そして今のサインは友達が、そう、友達がね、アイリっていう、アイリっていう言葉を使ってウサギを描いてほしいってサインお願いしたら、こんな可愛いのが届いて、お母さんとお姉ちゃんに言ったら、もうそれだよって言ってくれて、でこれは友達が考えてくれました。そう、油取り紙に紙によく出るミルカーだって、お姉ちゃんにも同じこと言われましたよ。そう、自分で考えたやつは全部気持ち悪いって、こういうとこ結構リクサクなんですけどね、アイリン似てるし。
そうでもね、友達がすっごい可愛いの考えてくれたので感謝です。書きやすいしスラスラ書けるし、すごい、そう、そんなアイディア浮かばなかったっていうようなサインで本当にすごい。ノータ、それが一番やばいって。本当ですか？確かに結構自負はしてます。やばいけど私のだってはすぐ分かるかなって思って文句の叫び方もう一回ウィッグかぶって、お、全然かぶります。明日はじゃあ朝ウィッグかぶろうかな。そうだね、ウィッグかぶったら髪の毛アイロンしなくていいから、あのちょっとゆっくり寝れるっていうのは確かにありますねとか言ってたりしてそう、ウィッグあったらさ、バサバサな髪の毛でさかぶることができるからね。私服でウィッグでもいいですかね。明日も学校あるけど、学校の前にちょっと用事があって行かなきゃいけないとこがあります。16になったってありがとうございます。皆様協力カウントありがとう。みずちゃん今ギャル何パーセントですかって、どちらがギャルっていうかね、ゴシップガールの方に近づきたいんですけどね、顔つき的にどうしてもギャル何パーセントだろう。16位皆さんのおかげです、ありがとう。ね、15位いけるように頑張ります。学校で外見て黄昏てるって、今日はね久しぶりの学校だったからね黄昏てないでね、ずっと喋ってた友達と。でもいつもは授業中ずっと黄昏てた、こうやって外見ていいなーって。そう、勉強もしてました。授業聞きなさいってトミーねえ、これ明日言われなかったって、よく言われますね。そう、仲いい先生だとまた黄昏、なんかまたどっか見てるよって言ってくれるけど、怖い先生とかあと怒られてましたね。得意なスポーツはバスケです。9時50分コパンタありがとう。6時から7時、明日はててててて、ありがとう。明日はですね、スポーツ、好きなスポーツメーカーアディダス、ナイキ、チャンピオンが好きです。靴は結構ナイキが好きです。部屋にお母さんがいます。髪の毛の色はお仕事なんで、理由がウィッグを着用すればいいっていう感じです。ショールーム明日は朝6時から7時まで1時間します。いつもと時間が少し違うので。学校は30ちょっとかな。ありがとう、弁当作りながらでナッツありがとう。タイムテーブルに登録しましときますね、これ終わったら。全校でどれぐらいだろう、1000人とかかな多分それぐらいかな。そう、明日朝早いからね、大変だと思うんで、本当無理ない程度で大丈夫です。あ、通勤、ちょうど通勤時間で暇だから、ちょっくら見ようかなっていうぐらいの感覚でお願いします。はい、
夜は、夜はですね、どうだろう、夕方できるかもです。できそうだったらまた明日の朝のショールームで発表します。発表で伝えますね。ありがとうございます。無理しちゃダメです。ありがとうございます。明日の朝はちょっと多分ご飯食べながら配信っていう感じ、もぐもぐ配信になっちゃうと思うんですけど、ご飯のもぐもぐしてる音が苦手な方がもしいたら言ってください。食べるのを直ちにやめますうん。そして夜は多分できないですね、予定が。そうなんです。あ、いちご落ちないな、食べたいな、いちご。そう、皆さんのおかげで16位まで行かせてもらって本当にありがとうございます。明日も明日から頑張ります。そう、何時起き、5時半くらいに起きようかな。頑張って6時の今日と、ありがとうございます。夕方でも大丈夫やって、ありがとうございます。良い金曜日やって、良い金曜日を、よかったって、ジャベラブありがとう。ではランキングを読んでいきたいと思います。明日サンキューの日だ。おお、ちょっと縁起がいいね。もうちょっとだ、あと4分。今日はね、なんちゃらキラキャラメルっていうやつ美味しいか、なんちゃらが気になるよ。雪丸休みなのに起きてくれてありがとう。あと3万、あと3万で15位です。ありがとう。明日妹の誕生日、ナッツおめでとう。妹さん朝からスーパーフライデー、明日強風で学校休みなんだって。そうなんだ。しばらく天気があんまりよろしくないのかな。メッセージパルキーぜひ送ってください。おかっちアイリちゃん、ショールーム終わったらトミーの誕生日会も終わるねって。あ、そうなの、終わっちゃうの、すごい仲いい。トミーさんお誕生日おめでとうございます。素敵な良い1年を。東京ドームさんありがとう。東京ドームありがとう。ユーピーは話し方も可愛い、可愛くないです、ありがとう。宇都宮のパパありがとう。明日も会社でしれっとバンドアゴを流すで、ありがとう。ステファニー日本語うまいねって、ありがとう安田ステファニーアイリー、日本語これからも頑張ります。もうすぐ終わるの寂しいって、ありがとう。嬉しいよ。みんな3周するだけで簡単に大丈夫上がれるぞでありがとうございます。日記いっぱいありがとう。リンタ早い、会いたいって、ありがとう。昨日も配信したのにまた配信してるって、ゆら、そうなんです。多分しばらくは毎日配信したいなと思ってます。東京ドーム時間ありがとう。しステファニーアイリーありがとう。配信終わったら勉強頑張る。こっち勉強頑張ってください。毎日2回やってきて、やってよかった、ありがとう。これからも頑張ります。ランウェイを歩けるように頑張ります。3周ってどうやってするの？調べときます。のんたん、あいりちゃん今日夢出てきたって、本当ですか？私もね、あゆまたタワー建てるようにするんで、ありがとう。全然無理しないでください、ありがとう。そう、なんだっけな、何の話してたっけ。
星満タンにしておいて配信の30分前に1回だけ星を捨てるっていう。明日の朝配信6時から7時まで1時間します。3週間にありがとう。明日朝配信ノートあります。6時から7時まで星を満タンにすると。へえ。あ、58分です。はい、ではランキング読みさせてもらいます。壇上の皆さん読みさせてもらいます。1位あつやありがとう。2位ニッキーありがとう。3位テテラバードありがとう。4位アイありがとう。5位パルキーありがとう。6位コパンダありがとう。7位タマキちゃんありがとう。8位アンズありがとう。9位ノブカズありがとう。10位サーコありがとう。11位ユキヒラありがとう。12位ポブありがとう。13位シネタありがとう。朝配信まで8時間1分、あと8時間後に皆さんまたお会いしましょう。たくさんの方が見にくださって本当にありがとうございました。ありがとう皆さん、また来て、ぜひ遊びに来てください。グッドナイト、ハブアナイストリーム、ありがとう。バイバーイ。